男子女子会をイメージしたコーディネートおじさんパンツスタイルが多いやっぱりスカートになるよね。デート確かに、まあ、女子らしさというか ね、 そうだね、女の子っぽさが。We go YouTube! はい、今回も MC やらせていただきます。勝手6秒バズーカーの田中シングルとロンドンブーツ田村亮です。違います。今しかできない。田村亮さんでしょ。違います。おばたのお兄さんです。おばたのお兄さんです、ね、お願いします。髪型の説明いるからね、おばたそうね、なぜ今こうなのかとかね、はい、ミュージカルをね、ミュージカルを今やってましてね、ということで。マジで本社でやった時分かんなかったっすもん。そうよね。ほんで金髪にしてからなんかね、おばたさん老けた。やめてちょうど今やってるのが飲食店のオーナー役でおじさんの役なんだよ。ああ、はい、だからまあ、ね、いい意味ではちゃんと役作りやってるけど、ちゃんと老けて。そうでも俺役作りしてないのに老けてるからね。だから顔の作りをね、うん、J.Y.Park さんにしてるからどんどんシワがズラとかもなく似てきましたもんね。それめちゃくちゃ言われる。テープとかもなしで似てきましたよ。いや、普通にこうやって笑ってた時に笑ってた時にいやいや J.Y.Park でいいんですよって言われて、いや今真似してないよ今真似してねえんだけど、おばたとして笑ってたの、おばたとして笑ってんのにはい、このチャンネルはですね、美顔スタッフがファッション、カルチャー、ライフスタイルなどさまざまなテーマをもとに提案したりしなかったりする美顔初の情報バラエティチャンネルです。ということなんで、はい、今回はクリスマス企画ということで、はい、美顔スタッフさんがクリスマスの女子会コーデとデートコーデを紹介してくれるそうです。なるほど、いいですねこれ。そうか、時期物ですね、うんうん、もうすぐですから、ね、だからもうこれほんま参考してそのまま来ちゃってね。確かにデート行っていいかもしれないですね。いいですね。はい、見ていきましょう、はい、どうぞ。こんにちは、美顔心斎橋店のまゆみです。心斎橋店、すーちゃんです。まもなくクリスマスということでクリスマス企画をやりたいと思います。イエーイ。これね、ほんとてなことで今日はクリスマスのデートコーデと、あとは女子会コーデをリボンの服で2人にスタイリングしていただきたいと思います。イエーイ。てなことで早速、ね、やーっぴー。動画でね、確かに、うん、動いてる感じも見たいし、まずは女子会コーデから。はい、あー、なるほど。すーちゃん公演の女子会コーデです。今年トレンドのスクエア型のショートブーツにアウターとパンツはベージュで合わせました。またチュニックにニットベストを合わせることで低身長女子でも着やすいスタイルです。さらに女の子らしさをアップするためにパールアクセを使いました。男子女子会をイメージしたコーディネートなのでカフェのおじさんいいですね、ベージュ。やっぱり女の子になりますね。女子会は、うん、なるほど、女子受けというか。そうだよね、うん、大事ですね。何それって言われてもね、うん、お、ゆいぴー考案の女子会コーデです。パンツはくすみブルーで冬感を出し、トレンドのカチューシャで女の子らしさをプラスしました。バッグとハーネスベルトとシューズはホワイトのカラーで統一感を出してます。ジャケットは流行りのフライトバージャケットのブラックでカジュアルな演出にして同級生が気軽に楽しめるパンツスタイルのコーデです。ボアジャケットね、いいですね、いいですね、いいですね、清潔感がね、うん、全然デートでもね。いや本当にすごいね、全部イゴで揃っちゃうから。アクセサリーもあんな種類あるって知らなかったですね。ほんとね、デートコーデ来ました。あ、デートコーデ、すーちゃんが着たいデートコーデです。うん、パッと目を引く千鳥柄のビッグジェスターコートにブラックのニットとミニスカートで合わせました。イルミネーションデートを意識したコーディネートなのでマフラーは必須。足元もブラックのロングブーツで足痩せ足長効果も抜群です。オーバーサイズのアイテムを着用することで対策にもなってデートコーデにおすすめです。いいですね、いいですね。あ、彼氏が来たな。僕らの視点で見れてますよ。いいですね、ちょっと想像。彼氏視点で。もう僕は一切遊べませんから結婚ってそういうことです。そうです、ゆいぴーが着たいデートコーデです。チェックのミニスカートで女性らしさをアップし、足元は定番のロングブーツにしました。
アウターの白を引き立たせるために中身をブラウンに統一してます。素材がコーデュロイのジャケットなのでどのデートでも暖かいです。パンツスタイルが多い方はやっぱりスカートになるね。確かに、まあ、女子らしさというかね、そうだね、女の子っぽさが出ますね。あ、いいですね。あ、やっぱ寒いんだよ。寒いんですちょっと暖かいとこ行こうか。え、これ大阪だよ ね、この3つ。はい、あの道頓堀の道頓堀。はい、はい、こ、はい、うん、んな感じでウィゴの服を使ったデートコーデ、あとは女子会コーデ選んでいただいたんですけど、ちなみにお二人はどんなデートが理想とかありますか？理想のデートね、デートですか？イルミネーションを見に行きたいです。あー、無難。スーさんはどうですか？私はガゼン、ガゼン水族館ですかね。で、その後に残酷ちなみにお二人ともクリスマスの予定は？あら、はい、ありがとうございます。大阪やな。もしこの2人のクリスマスを構成しっかりしてたな。この MC の方が一番クリスマスっぽい。アカウントもしよかったらそこから。あれ本当にクリスマスデートの募集してんじゃん。え、 DM ください言ってたよ。そうなんです。今だけはもうクリスマスバッチリなんで。これじゃあちょっとスタッフさん同行のもと俺らってなわけで、ベリークリスマス。それだったら別に仕事だし。はい、ありがとうございます。すごいですね。やっぱデートコーデと女子会コーデでやっぱ女の子は分けてるんですね。あるんですね。クリスマスに、あ、女子にどんな格好してほしいですかってことですけど、どんな格好みたいなのあります？理想の女の子この格好で来てほしいなみたいなデートは何やろうな。なんだろうね。なんかそんな指定はないけど、あんま露出多いと嫌ですよね、意外と。そうね。でも俺露出多いのも嫌だけど、うん、カチッとし、なんかその隙のない女性みたいな。ね、それがいいっすやん。え、マジ？はい。それを切り崩していくのが。バチェロレッテの福田萌子。ああ、いいじゃないですか。福田萌子さんとか来たら俺もう尻餅ついちゃうのさ。え？いや、カメカメしてくれ。かっこ悪いな。で、ちょっとカジュアルめな感じの方が。そう、ちょっとカジュアルがいいかな。ああ、なるほど、ね。だからすごい良かった今回の。いや、いいですね。うん、お二人とも。僕が。あの子とデートするならどんなクリスマスデート？ああ、水族館ってちょっとボケっぽく言ってましたけど、あの海遊館っていうところがあるんですけど、大阪、あのイルミネーションもすごいんですよ。へえ。だから海遊館デートはありですよ。でもその後お寿司には行かないですけど。見た。かわいいって言ったやつ後から食うわけにはいかないんで。デートとかでもできないでしょ、お互い有名人というか奥さんが。あ、いやいや全然、だからこそというか。あ、もう、まあ、まあ知ってくれてる人は知ってくれてるんで別に隠すこともなく、うんうんうん、ご結婚される前にクリスマスデートみたいなのはなかったんですか？クリスマスじゃなかったんだけど、お仕事とかね、はい、あのお台場のさあ、いいですね、ジョイポリスってある。あ、はいはい、あそこ誕生日は誕生日ってただなのよ。え、で、付き合いたての時期俺まだ全然給料安かったから。あ、はいはいはい、1人分ただだから奥さんの分だけ出してジョイポリスデートした。あ、その2日後ぐらいに、はい、女性自身っていうので交際発覚みたいなのが出て、その2週間後にフライデーでまずいのが出た。なんかあったな。さすがにあのさんまさんに吉本史上最速やでって言われました。はい、ということで今回も見ていただきました。僕は発展の久保塚短歌シングルと田村亮でした。ありがとうございました。亮さんすいません。